またの公園野球場は神奈川県横浜市と近く、またの町にある野球場、横浜ドリームランド跡地に建設された。施設は横浜市が所有し、財団法人横浜市緑の協会が指定管理者として運営管理を行っている。横浜薬科大学が施設命名権を取得しており、現在の故障はまたの公園、横浜薬大スタジアムである。 主にアマチュア野球に使用されている。2008年4月6日に完成記念式典野球場完成記念試合が開催され、同年7月13日に初の公式戦が実施された。2009年8月1日、ネーミングライツ導入により、またの公園野球場から、またの公園、横浜薬大スタジアムとなる。なお、省略表記はとなる。二千二十年より、 ベースボールチャレンジリーグに加入した神奈川フューチャードリームスが公式戦を開催している。横浜市ではすでに日産スタジアムや日発三沢球技場などに施設、命名権を導入しているが、さらに導入を進めるため2008年10月1日にネーミングライツ導入に関するガイドラインを定めた。このガイドラインでは従来のように市側が施設を選定して、 スポンサーを募集する、スポンサー募集型に加え、対象施設に関して、企業、団体側から提案を受ける、提案募集型が新設され、年間2施設前後を対象に募集を受け付けることになった。これを受けて横浜市は、同年10月20日から10月31日にかけて、提案募集型ネーミングライツの工房を行った結果、横浜薬科大学を運営する、 学校法人都築第一学園が、同大学のキャンパスに隣接する、またの公園野球場の命名権取得を申し出、故障、またの公園、横浜薬大スタジアムを提案した。前述のガイドラインに基づき、市の審査を経た上で、翌2009年4月27日から5月18日に、かけて市民から意見を募集し、計13件の意見が寄せられた。 その後契約条件を協議した結果、同大学と年額1000万円、契約期間10年間の条件で合意し、同日から前日の故障が採用された。2019年3月にはさらに10年契約を更新した。なお、契約期間中も条例上の施設名称は引き続き、またの公園野球場が用いられている。近くに駅はないため、柿各角駅より、 バスでのアクセスとなる。バスはすべて神奈川中央交通の運行であり、最寄りバス停はまたの公園、横浜薬大前である。他にも立場駅、湘南大駅、藤沢駅から路線バスが運行されている。ありがとうございます。